2022年11月13日、山梨県北杜市で、北杜馬の町祭り、2022、信玄棒道ボークと、宝生インコブチサワーが開催されました。クレーン山の会のメンバー11名で、会場の山梨県馬術競技場と、海古泉駅の往復、ロングコース 9km の信玄棒道ウォークに参加しました。信玄棒道とは、武田信玄が北信濃攻略のために作った軍用道路と伝えられます。信玄棒道は3ルートあったとされていますが、現在は上野棒道のみで自然散策路になっており、美しい日本の歩きたくなる道500選にも選定されています。沿道には西国33所、坂東33所の霊場を模して江戸時代に安置された36体ほどの石仏観音様が設置されており、ウォーキングの途中にはほっくりした表情に癒されました。Thank you.
乗ってる馬よりも跳馬先とかその空馬の方が難しいんですよ。なるほど。こればっかりはいきなり走ったりましてや飛び跳ねたりしたらえらいことになっちゃうので、非常に馬をねこの場所に慣らすのに苦労してるみたいです。ね、でキッズの皆さんも、ね、この砂の上を走るっていうのはまた結構きついんですよ、ね、そうじゃないかなと思いました。あそこ馬のあーお待ちもかかりました。山梨県北杜市小淵沢町が馬の町と呼ばれる理由にはいくつかありますが、1977年に山梨県での1986年海事国体の開催が決まると、小淵沢町では山梨県立馬術競技場の開設をはじめ強化策を打ち出し、馬術競技の開催地として動き出しました。加えて小淵沢町では八ヶ岳高原での馬の生産育成の歴史と、戦後近年乗馬を取り入れた観光施設の勃興が挙げられますが、こうした背景から国体は実現しました。さっきやってよ、ホワイトホイップ号と小林由美による演技となります。皆様拍手でお迎えください。やぶさめでは日本原産の馬が多く使われています。今回走る3頭はドサンコ系の馬になります。最初はやぶさめの世界でスバセと言われる人と馬を会場と観客になじませるために走路を走ります。駆け足と呼ばれる走り方でスバセを行います。スバセは弓を持たずに行います。弓を持って行う場合も矢を射ることはありません。本日の馬の紹介をさせていただきます。先頭行きましたのはかぐや姫号、性別は牝馬、年齢は5歳です。種類は北海道和種です。2番目に走りましたのはホワイトホイップ号、性別は千馬、年齢は16歳です。種類はサラブレッドとドサンコが混ざった判決種です。最後に走りました玄武号です。性別は千馬、年齢は15歳になります。種類はドサンコです。的中。的中。